ブレント・アンドレ・モレルは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ベイカーズフィールド出身の元プロ野球選手。右投右打。ホワイトソックス時代2008年の MLB ドラフトで、シカゴホワイトソックスから3巡目指名され、プロ入り。2010年9月2日にメジャーへ初昇格を果たし、7日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。10日のカンザスシティロイヤルズ戦で、ブルース・チェンからメジャー初安打と初本塁打を記録した。2011年は、肖像塁手として126試合に出場し、打率 245.10 本塁打、41打点、5盗塁の成績を残した。2012年は、原因不明の腰背痛に悩まされ、椎間板ヘルニアと診断されたが、同年8月には痛みがなくなっている。2013年12月23日に、ウェーバーでトロントブルージェイズへ移籍したが、2014年2月21日にDFAとなった。その後、2月24日にウェーバーでピッツバーグパイレーツへ移籍した。3月21日に傘下のAAA級インディアナポリスインディアンズへ移動。5月9日にメジャーへ昇格した。同日のセントルイスカージナルス戦で代打として出場したが、三振に終わり、5月11日にAAA級インディアナポリスへ降格。7月23日にスターリング・マルテが故障者リスト入りしたため、メジャーへ再昇格した。8試合に出場後、8月3日にAAA級インディアナポリスへ降格したが、17日にチャーリー・モートンが故障者リスト入りしたため、再昇格した。再昇格後は3試合に出場したが、5打数無安打と結果を残せず、20日にAAA級インディアナポリスへ降格。その後、30日に再昇格した。この年は23試合に出場し、打率 179.4 打点だった。オフの11月20日に40人枠から外れ、AAA級インディアナポリスへ降格した。2015年も開幕をAAA級インディアナポリスで迎えた後、7月20日にメジャー契約を結んで昇格した。25日にDFA、28日にFAとなった。2015年7月30日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。AAA級ナッシュビルサウンズで38試合に出場し、打率331と活躍したが、メジャー昇格は果たせないまま、オフにFA となった。2015年12月18日にオリックスバファローズと契約したことが球団から発表された。背番号は 4? 2016年には春季キャンプ前の1月26日にブライアン・ボグセビックやエリック・コーディエと共に入団会見へ臨んだ。オープン戦15試合でノーアーチながら打率302という成績を残すと、3月25日には埼玉西武ライオンズとの開幕戦に4番三塁手として NPB の1軍公式戦にデビュー。4回表の第2打席で公式戦初安打を放つと、9回表の第5打席で投手への内野安打によって公式戦初打点を挙げた。4月2日の対千葉ロッテマリーンズ戦では4回裏に死球で出塁すると、二塁への盗塁成功によって、公式戦初盗塁を記録。自身の誕生日だった4月21日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、4番、一塁手として、スタメンに起用されると、第1打席から2打席連続本塁打を放った。ただし、3回裏の途中で、降雨ノーゲームになったため、記録上は4月26日の対福岡ソフトバンクホークス戦の1回裏に放った2点本塁打が公式戦初本塁打になった。シーズン通算では1軍公式戦94試合に出場。しかし打撃の調子が安定せず、一時は代打での起用や2軍調整も経験した。結局打率 244、8本塁打、38打点という成績でシーズンを終えたが、11月上旬には、球団との間で、翌2017年の契約に合意。この年に、チームへ在籍していたボグセビックを含む4人の外国人野手から、大化けを期待したいというフロントの意向で、ただ一人残留することが決まった。2017年には、オープン戦期間中だった3月2日の守備、練習中に打球が右手を直撃した。後の診察で、右第二指節の骨折が判明。1ヶ月間患部の固定を要することに加えて、新入団のステフェン・ロメロ外野手がオープン戦から4番打者として好調を維持していたことから、公式戦の開幕を2軍で迎えた。4月22日の対千葉ロッテマリーンズ戦で、ロメロが守備中に左膝を痛めたことから、4月25日にシーズン初の出場選手登録を果たすと、登録初日の対埼玉西武ライオンズ戦に、7番、一塁手、として、スタメンに起用。1回裏の第1打席で2点的自打を放ったことによって、1軍でのシーズン初安打を記録した。関西クラシック2017の第2戦であった4月29日の対ソフトバンク戦でも、3回裏西満塁の打席で、放った走者一掃の2塁打によって、チームを勝利に導いている。その後は、NPB の外国人枠などとの兼ね合いで、1軍と2軍を往復。6月30日の対西武戦1回表の打席で、三振した際に、右脇腹を痛めて、登録を抹消されてからは、同月から入団した長距離打者のクリス・マレロが1軍に定着したこともあって、1軍へ復帰できなかった。なお、1軍公式戦では、通算38試合の出場で、打率276、1本塁打、11打点を記録。ウエスタンリーグの公式戦でも47試合の出場で打率290を記録した。しかし、オリックスでの2シーズンで完全に燃焼した感があるので、2018年からは現役を退いて、家業であるぶどう農園の経営を継ぎたいという意向を示したため、9月26日には、このシーズン限りで契約を終了、引退することが、球団から発表された。前々日の24日に行われた、ウエスタンリーグの対広島東洋カープ戦が、事実上の引退試合となり、その試合終了後には2軍首脳陣、9から胴上げされていた。12月2日に自由契約となった。レベルスイングで広角にライナーを放つ、中距離打者。投手心理を読むことに長けるが、選球眼に難があり、右投手のスライダーに弱い。守備では三塁手として起用され、三塁線の打球に弱く捕球ミスや悪送球も少なくないが、強肩とダイビングキャッチを持ち味とし、メジャー通算の DRS とザードもに平均値を記録した。他にもマイナーでは、内野の全ポジションと右翼手でも起用されたこともある。愛称は、B も、オリックス時代はチームメイトであったステファン・ロメロやクリス・マレーロの良き兄貴分的な存在であった。また、実家で栽培したブドウをチームメイトに振る舞うこともあった。グルテンアレルギー持ち。ありがとうございます。